With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. こんにちは、神社ガイド、すくなちあきです。本日もご覧いただきありがとうございます。たまに勘違いされている方がいるんですが、千秋さんは神様に何でも教えてもらっていいな。全くもって教えてもらっていません。そもそも神様はあれしろ、これしろとか、あれはダメ、それはダメなどと言われません。なぜなら、私たちの自由意志を尊重、それから私たちが経験値を積むのを尊重というスタンスが神様だからです。なので、基本的に何でもやってごらんと言われます。その結果何でもやりたいことをやった結果、失敗したりしても、私たちが成長、拡大するので、OK なんです。そういう感じです。だから、神様は何も教えてくれませんし、神様にお願いするってこともありませんし、参拝の3点セットっていうのがあってですね、観、線、法っていうのがあるんです。1は、観は感謝、これは日々の感謝、折々の感謝。線は宣言です。これから、これ何々をしようと思っています、宣言です。それから感染法です、報告です。宣言をした後に少し経つと、こう状況が進んでるじゃないですか。それに対して、おかげさまで今これこれここまで来ました、ありがとうございますみたいな感じ。感染法、感謝、宣言、報告です。私はよく失敗した報告をしに行ってくんですが笑われますよね。で、それで分かったんだろうみたいなことを言われます。確かに分かりましたやってみないと分かんないからねあれだとダメだって分かりましたみたいなね。まあそんな感じです。で、あと神様がよく伝えてくるのが、生きてることを楽しまれよって伝えてきます。で、これは楽しいことをしろよっていうんじゃなくて、生きるを楽しめるのか何があっても楽しめるのかっていうようなニュアンスです。なかなかね面白いですよね生きるってこれを修行と捉えるかまあ面白いと捉えるかっていうことで、まあどっちでもいいと思うんですけどね。修行好きな方はね、あ、修行になった、磨かれたって思うかもしれないし。ね。で、とりあえず神様も生きてることを楽しまれよって、おすすめしてくださってるので、とりあえず今、目の前のことを楽しんじゃいましょうか。なんかね、特別なことをする必要もなく、特別な人になる必要もないんですよね。でも、特別な今日にしよう
思うことはできます。神様もこうおっしゃっています。毎日が吉日である。ということで、今日はこの辺で。スクナチヤキでした。最後にお知らせがあります。3月の、2023年3月の春分の日に、かけて出雲大社ツアーがあります。概要欄に、リンクを載せておきますので、どうぞご覧ください。それでは、いやさかー。